T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。今回からインフェルナックスをプレイしていきます。なんかドラキュラ城っぽい雰囲気だね。そうなんですよ。特にドラキュラ2をプレイされた方なんて、お、と思う部分があるんじゃないかな。というもっぱらの噂です。噂なんだ。私自身ほとんどプレイしたことがないので、例の有名な、先日の夜が訪れた、というくらいしか知りません。あれか。さて、雑談はそれくらいにして始めていきますか。言語は日本語にしました。これいつも迷うところだけど、いつでも変更可能らしいし、さすがに今回はクラシックモードで頑張ろうかな。そうね、もう無理、ってなったら変えればいいんだし。はい、こんな感じのゲームです。いいねー。武器はメイスです。無知じゃないけど似てなくもないね。ちょっと前までやってたベホルガーにも似てなくもないです。お、これにもセリフがあるのか。今落ちようとしたんですよ。ずいぶんセリフが用意されてるんだね。こうなるとどこまで用意されてるか確かめたくなるじゃないか。気持ちはわかるけど。いやだって、確かめたいんだもん。怒らせちゃった。あ、嘘。ちょっと、ごめんなさい。ごめんなさいってば。ああ。思った以上に怖い演出でした。なんていうゲームオーバー画面なの。うわ？違う。なのに曲がめっちゃいいっていう。ほんとね。人の忠告は聞きましょうって話。あれだけ止めてくれたんだもん、文句は言えないよね。いや、ほんとです。今度は素直に。カラスか。え？そっち。やっぱり最初はゾンビね。ちょ、何をしてるの？船頭さんのところに連れて行ったらびっくりするかなって。また余計なことを。ただいま。ダメか。離れるべきですね。離れましょう、そうしましょう。終わったー。エンディングになっちゃったじゃない。そんなまさかの。ちょっと、面白すぎるんだが。最初から見せてくれるわね。まあこの二人にとっては平和な解決でしたね。故郷がとんでもないことになってるよ。逃げるが勝ちです。ひどい公爵だこと。ところで公爵とは、と調べてみたら、例の伯爵とか男爵とか、そういうので一番上の位だそうです。偉いんだね。うわーん。確かに臆病者だった。だってゾンビ、怖い。鼻水まで垂らして。
ほんとだ、ライブラリってある。エンディングとか実績で本が増えていくのかな。そうっぽいね。あれ、右の暗号みたいなのは。ほう、2011年にはもう原型があったんだな。昔のもそれはそれで味があっていいね。これも十分な出来栄え。あ、ここまでか。多分これって名前入力と同じ文字数じゃないかな。あ、もしかして特別な名前。期待してこれで初めからにしてみました。何かいいことがあればいいですね。さあ今度こそふざけないでもう少し進みましょう。もう面白いゲームなのはわかりましたから。しかもちゃんとメトロイドバニアっぽいしね。そうなんですよ。クエストってあることからわかる通り、村人と会話して依頼されるようなこともありそうです。そういう意味でドラキュラ2と似ているみたいですね。まあもっと似ている要素もあるのですが、それは次回以降のお楽しみかな。ダメです。公爵たるものそんな気構えではいけないのです。どの口が。うわ、返り血でひどい。まさかずっとこのまま。それは辛いなぁ。あ、戻った。しばらくの演出なのね。よくできてます。さすがに落ちるのは試しませんよ。海と同じだろうし。だね。ちょ、第一村人発見と思ったのに。なんですと。運命の選択。マルチエンドってことか。うわ悩む。よし、今回は一見いい人っぽい選択肢を選んでいこう。なのでここは助けます。一見、なんだ。偽善者プレイです。想像以上にグロかった。とまあ多分こうなるからとどめを刺した方が優しさかもしれないし、どちらが正解かはわかりませんからね。なので一見いい人っぽい選択を。なるほどね。周回プレイはちょっとまだ未定ですけど、いろんなエンディングを見れるようなら挑戦しても良さそうですしね。適度な長さならいいね。これがすごいボリュームなら諦めるかも。最初のボスだけあってそんなに難しくはないですね。そこで当たらないのが助かる。ほんとですね。っていうかさっき変身したばかりなのに、なぜ背中に他の人間が。じゃあ。すごい演出。あ、違うんです。あ、もう絶対誤解されたね。まさかこの人の奥さんとかじゃないよな。なんとここでも用意されてた。死人に鞭打つような真似は良くない。だからどの口か。お、アップグレード。なるほど、能力値も上げられるんだな。攻撃力と HP と MP か。どうせなら攻撃力に全振りしていこうかな。いいかもね。よし、じゃあ最初のボスも倒したし今回はここまでにしようかな。最初から結構面白い展開がありましたけど、実はハードかつ真面目なメトロイドバニアでもあるので、ぜひ次回からお付き合いくださると嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。